いつもご視聴ありがとうございます。三浦春馬さん、芦名誠さん、藤木隆さん、竹内優子さんが続けて帰らぬ人となり、その衝撃は収まることがありません。今日は三浦春馬さんの3回目の月命日です。三浦さんと所属事務所のアミューズとの関係にファンはもちろん不信は募るばかりです。契約更新日のことに関しても微妙なところで問題がありそうです。契約終了してたなら18日に、三浦春馬とは契約が終了しておりますってコメ出せばいいものを。弊社所属の三浦春馬ってコメ出してる。本当は契約切れてない。本人が亡くなったことで継続扱いになった。遺作の利益目的でというコメントを目にしました。事務所とタレントさんは家族のようなものだと思います。事務所はタレントさんを可愛がり、タレントさんは事務所のために頑張る一連がうまくいくのではないでしょうか。そもそも事務所と三浦さんの契約関係はどうなっていたのでしょうか。そこが一番重要なのではと思いますが、その詳細は明かされていません。これまでのケースだと、他界された俳優やタレントさんの顔写真は気がつかないうちに外されているようです。芸能事務所にもよると思いますが、竹内優子さんの所属事務所スターダストプロモーションは、竹内優子は弊社にとって永遠にかけがえのない大切な所属女優であることに変わりありません。これからもその存在に寄り添っていく所存でございますと、永遠の所属女優であると声明を発表しました。3月に新型コロナウイルス感染症に伴う肺炎で他界された志村けんさん、2004年にこの世を去ったザ・ドリフターズのリーダーいかりや長介さんは、在籍した伊沢オフィスに今も所属アーティスト欄に名を連ねています。渡辺エンターテインメントでも期待のコメディアン植木仁さんの顔写真が俳優一覧のトップを飾っているようです。事務所にとって象徴的な人物はそのまま残すのが自然体なのでしょうか。過去の映像作品で事務所には利益をもたらしていますからね。三浦さんの場合、所属事務所アミューズが7月30日に特設サイトを開設しました。事務所としては三浦さんのお別れの会を予定していますが、新型コロナウイルス感染の収束状況を見極めながらの案内になるため、開催までの期間はファンのメッセージを預かっている状態です。三浦さんには強固な夢がありました。そのためにとてつもない努力をしていました。そして独立を目指してありえないような過密スケジュールをこなしてきました。その結果が7月18日です。直前に相当なことがあったと想像できます。そこを一番知っているのは事務所なのではないでしょうか。アミューズがここまで批判されるのは、三浦さんへの対応があまりに信用を欠くものであり、冷たいものだったからだと思います。竹内優子さんの事務所には温かさを感じますね。お別れの会より何よりもファンは事務所の誠意ある説明を待っているのです。最後までご視聴ありがとうございました。